石狩は海上自衛隊の護衛艦。昭和52年度計画で一隻のみ建造された。建造単価は127億200万円。艦名は石狩川に由来し、艦艇名としては旧海軍通して初の命名である。早々期の海上自衛隊では50から60メートル級と小型の苦戦艇を大量建造して沿岸警備に充当していた。 しかし戦型が小さいために、急速に発展するテクノロジーに追随して、水速装備、対戦兵器を更新するのが難しく、また高揚性にも制約があった。このことから、苦戦艇の老朽化を見据えて、第3次防衛力整備計画では、苦戦艇をもとに大型化して装備も強化した、基準排水量1000トン、全長80メートル級の沿岸警備艦による更新が計画された。 しかし、日本海の陶器平均波長と PCE の予測同様性能を考慮すると、この諸言では戦略3海峡の封鎖作戦を行うには性能的に不足であり、全長は少なくとも90メートル、できれば100メートル級が望ましいと結論された。同時に装備に関する検討も進められた。1960年代当時、海上自衛隊が 仮想敵としていたソビエト連邦海軍は、対戦戦重視の大型対戦艦への方針転換の直後にあたり、金田型、クレスタ I 型など、長射程の SSN-3 艦隊艦ミサイルを主兵装とするミサイル巡洋艦が依然として多数を占めていた。また1969年からは、新世代の SSN-9 艦隊艦ミサイルを主兵装とする、 小型ミサイル艦であるナノチュカ型コルベットの配備も開始された。戦略3海峡の監視にあたっては同海峡を通過するこれらの艦と遭遇する機会も多かったが、当時の海上自衛隊は艦隊艦ミサイルを装備化しておらず、対抗は困難と考えられた。このことから PCE には艦隊艦ミサイルの導入も求められることになった。 これらの要請に応じて設計されたのが本館である。本館は護衛館として初めてガスタービン主機関を搭載し、これに伴って線形を中央扇動型とするなど、設計面でもエポックメイキングなものとなっている。基本計画番号は E110。線形としては当初は椅子図型以来の車両甲板型を踏襲することも検討された。 しかしガスタービン主機関の搭載に伴って、大掛かりな旧排気スペースを確保する必要があったことから、西欧の同型主機関搭載艦と同様の中央、先導型が採択されることになった。これによって、艦首還元が低くなったことから、これを補うため艦首にはやや強い視野が付されており、艦首形状は、フレアの強い単極率型のクリッパーバウが採用された。 最前部両原に主怒りが収容されている。本館では上甲板を第一甲板として、その上方に一層の線路甲板を設けている。線路の前半部には二層の環境構造物が、また後半部には主機関、発電機の煙地や給排気区画を収めた煙突構造物が設けられている。環境構造物後端には四脚のラティスマストが設置された。 これらの環境、上部構造物、煙突、マストなどには重量軽減のためアルミニウム合金を使用している。また01甲板との取り合わせは STJ を使用し、ほぼ全面に溶接構造を採用した。船体内には中央部後方に基幹区画が設定されており、その前方では2層、後方では1層の甲板が設けられている。また、 艦隊艦ミサイルプラットフォームとしての安定性を確保するためフィンスタビライザーも一組搭載された。全体的に見て本艦の設計は余裕に乏しく過小と判断されたことから本艦の収益以前の段階で2番艦は基準排水量にして200トンを大型化した発展型とすることとされた。海上自衛隊では昭和29年度計画で建造された。 クセ国選定、ハヤブサで搭載したコダグ指揮官の運用実績が芳しくなかったことから、護衛艦の指揮官のガスター便化に慎重な姿勢をとっていた。しかし1960年代から1970年代にかけて欧米諸国において航空機用ターボシャフト、ターボプロップエンジンの白用転用によるガスター便指揮の採用が拡大し始めた情勢を受けて、開示でも 昭和49年度計画の2500トン型護衛艦で、ロールスロイス社製オリンパス TM3 バイトガスタービニエンジンを高速機として採用したコドック指揮艦の採用を決定していたが、これは檻からのオイルショックの煽りを受けて実現せずに終わった。本艦では 49DDK の計画時の検討を踏まえてコドック方式が採択され、 高速機としては 49DDK と同じオリンパス TM3 バイトが採用された。また巡航機としては4次防火で開発された12、気筒の大出力、ディーゼルエンジンを6気筒化した三菱重工業製 6DRV35-44 が採用されたが、これも 49DDK の計画段階で採用が検討されていた機種であった。これらの指揮官は、 各一機搭載することになったため、推進軸数を一軸とするか二軸とするかが問題となった。一軸推進は、アメリカ海軍の戦後型護衛駆逐艦、フリゲートで採用されてきた実績があり、戦火低減効果も認められたことから、十分に合理的ではあった。しかし従来の護衛艦はいずれも二軸推進であり、また海事独特の病地における白地訓練や、 出入工事の状況を考慮した結果、二軸推進が採択されることになった。これに伴い、二機の主機関はまず一次減速機に接続され、ここから二次減速機によって、両弦の軸機に出力を分配するという複雑な構成が採用されている。逆転運転できないというガスタービンの特性を考慮して、推進機には開示として、 初めて可変ピッチプロペラが採用された。回転数は 340rpm であった。速度制御は低速時においては手機の回転数を固定して翼角制御により行い13ノット以上においては翼角は最大として手機の回転数により行う。巡航機から高速機への切り替え点は速度18.6ノットである。電源としては ガスタービン駆動、力量4 0 0ットの主発電機3機が搭載されており、戦闘時には2機を並列駆動して1機を待機とし、停泊時には1機を駆動することとされていた。ガスタービン主発電機の原動機は、米ギャレット社の IME831 から800、ガスタービンエンジンを新構造機が OEM 生産して搭載した。 機関区画は2室構成とされており、第1機関室にディーゼル主機関と減速機及び1.2号発電機、第2機関室にガスタービン主機関が収容されている。2機の主機関はいずれも艦の中心線上に設置されていた。なお、大港への配属が決定していたことから、ガスタービン級菊口への着氷が懸念され、対策が講じられていた。ただし高温の排気への対策は、 dd と比べると不十分であったともされている。従来、海上自衛隊の国産では、L バンドの対空捜索用レーダーと C バンドの対水上捜索用レーダーを搭載してきた。しかし本館では、沿岸海域での作戦を中心とする運用構想であったことから、これに合わせて、C バンドの新型対水上捜索用レーダーである。 オプス -28 を元にビームパターンを変更して、対空警戒能力を付与したオプス -28 から1のみを搭載していた。またソナーについても、海峡などの旋回域対戦線という運用構想に合わせて、SQS-35 脆化変身度ソナーを、ハルソナー仕様に国内改良した SQS-36D が採用された。 これは先行して整備された、畜後型で搭載された66式単身技ナス3よりも高周波を使用するため、探知距離は短いものの分解能に優れている。本艦では、対戦兵器として比較的単射程の対戦ロケット砲と弾魚雷のみを搭載するため、これに対応する性能を備えるものと考えられた。ただしソナー操縦破棄の装備位置が高層時に生じる。 監視波が砕ける位置とほぼ一致し、またディーゼル主機関の水中放射雑音対策が不十分であったため、対戦線上の支障が指摘されていた。電子戦支援装備としては、ノルア -6B 電波探知装置とオルア -9 ミサイル警報装置が搭載された。新しい装備として、環境展開上に、オックス1赤外線暗視装置が自衛艦として、 初めて搭載された。これは当時でが所属していた地方隊の任務である国際海峡を通行する対象国船舶の監視行動、演習海域付近及びそのた特定海域の船舶の往来に関する資料収集、沿岸防備等における夜間情報収集能力の向上を目的としたもので、囲碁での標準的装備となり、事実上の最終型であるアブクマ型に至るまで、 継続して搭載されることとなる。上記の経緯により、本艦は、ハープウーンブロック1英艦対艦ミサイル発射塔を自衛艦として初めて搭載している。一方、戦海域対戦線を前提としたことから、対戦兵器としては、アスロック対戦ミサイルを廃し、先導前端に設置された3 7 5ト、mm、ル4連装対戦ロケット砲と、 煙突構造物全体量限の324立方ミリメートル連装単魚雷発射管のみを搭載する。これに伴い、水中攻撃式装置としては、母ース完成用の SFCS-7 が搭載された。これはミネグモ型の SFCS-3 をもとに、母ースロケット弾の弾道計算部をデジタル化したものであった。また、方半兵器としては、 62口径7 6ト、mm、ル単装速射砲に81式射撃式装置2型21バイトを組み合わせて搭載した。これらは1975年により村雲で試験を重ねてきたシステムであり、いずれも実装備としては初号機となった。なお FCS-2 のアンテナは試作機では稼ぐ練方式とされていたが、本館では オプス -28 から1を保管して、捜作機能の付与が求められたことから、パッシブフェーズドアレイ方式に変更された。石狩は、第4次防衛力整備計画に基づく昭和52年度、計画警備艦船226号艦として、三井造船玉タの事業所で1979年5月17日に、寄港され、1980年3月18日に、浸水。 九百八十一年三月二十八日に、収益し、大港地方隊、第三十二護衛隊に編入された。九百八十三年三月十八日、大港地方隊霊下に新編された第三十五護衛隊に同日付で収益した、夕張と共に編入された。九百九十七年三月二十四日、対番号の改正により、第三十五護衛隊が、 第27護衛隊に解消。2006年4月3日、第27護衛隊が廃止となり、大港地方隊直轄艦となる。2007年10月17日、除籍。走行点は519,574回り、走行開始数は53,425時間53分に、及び26年の収益期間中、艦艦式に3回。 航空機救難、捜索に9回、災害派遣に1回参加した。ありがとうございます。